こんにちは、進行作業です。本日は新型ラジコンの操作機能について先輩に聞いてみましょう。重さは同じ。そうなんですよ、はい、形はよく似てるんですけど、はい、まあこの液晶、はい、おはようございます。あれ先輩、今日は気づきました。今日は特別協力な、はい、呼んできました。あ、先輩にということで、ね、よろしいですかね。はい、はい、しばし行きますよ。ありがとうございます。もう動画見させていただいてるんですけど、リモコンでこう簡単そうに操作されるじゃないですか。実はリモコンの操作わかんないんです。その辺も今日じっくりやってみましょう、はいはい、ゲームのコントローラーとかとも全然違うわけですね。まあ慣れればそんなようなもんですね。自分の手足のように。それでは早速リモコンの使い方を聞いてみましょう。ラジコンって言ってますね。あー、ユニークのラジコン。ちょっとこれまだ新品すぎてビニール貼ってあるじゃないですか。大切にしすぎじゃないですか。ででででではい、これが一番最新型のやつですね。ここ液晶の画面がこれには、はい、新しいやつはすごいですよね。斉藤さん、細かい情報もいろいろ出ますから。こんなラジコンなんですよ。雰囲気は似てますけど、これに比べるとね、サイズも新しい方はちょっとだけ大きいですよね。でもあんまり別に重いとかはないですよね。ないですね。同じぐらいで、まあこの液晶がついたかついてないかっていうのが今一番大きい部分ですよね。ででてて古いラジコン作業イメージ。ました。壁受け、よし。よし。新しいラジコン作業イメージはこちら。よし、よし。ちょっと作業の短縮にも見ると、この一番右に書いてあるのが風車時定格荷重、書いてある 0.18 が定格荷重、要はここまで釣れるってことだよね。ここにこれから釣っていく重さが出ます。これから釣る荷重だったり定格荷重の確認なんて手元見るだけでできちゃうんだよね。ででジョイスティックっていうラジコンの形式になってして、以前は4本レバーがあったんですけど、新しいのは全部こういう感じになってます。本当はゲームの、ね、コントローラーみたいな感じでぐるぐる動かせるようになってます。基本の操作としては、こっち側の右がワイヤーの巻き上げ巻き下げ、ブームの伸び縮みで、左側がブームの置き伏せ、左右に動かすことで旋回、まあ、この4つの操作を2つのレバーでできるようにしてるんだよね。ジョイスティック、この変な形になってるのが何がすごいかっていうと、これをなんと斜めに動かすことで2つのことが1つの操作でできちゃうんだよ。こう4つレバーがあると2つこうやって押さなきゃいけなかったのに、これだったら1つのレバーを押すことで2つの操作ができるんだよね。使いやすいし時短にもなるよね。斜めにすれば伸ばしながら巻き下げる。ででー、伸ばしだけやってみてください。いくと奥がこうやって上がっちゃうよね。次巻き下げも一緒に入れてみよう。そうするとほら、巻き下げワイヤーも一緒に出てくるから、フックの位置は変わらずに伸ばすことができるんだよね。これまでの4本のレバーのタイプだと左手の指も使う、2つのレバーを押さなきゃいけなかったけど、このラジコンならこの1本のレバーを動かすことでこんな2つの動きができる。ちょっと最後に超難しいのやってみようか。じゃあ巻き上げ縮みを入れて、今度旋回か伏せもあるからね。その4つの動きをね、2つのレバーを使いながら、ほら4つの動き一緒にしてるよね。あんまりね、はい、これ使うことないけど、なんとこのラジコンがあることで4つの動きまで一緒にできちゃうんだよね。これね、はい、なくしちゃうとめちゃめちゃ高いんだよ。めちゃ高いパソコンと一緒ぐらいするから。ほら見て、ゴムのカバーつけて使ってる。ででー、今までのこの操作説明2つのレバーは終わったから、次右上から順番に説明していこうか。上のスイッチがね、まず非常停止と電源オフのボタン。これが上がってる状態で、右のボタン長押ししてます。はい、これがまず電源オンのボタンになる。よくね、あるんだけど、はい、お昼休みとか終わって電源が入らない、はい、一体このボタン押しちゃってるんで、はい、電源が入った後もう一回セットを押してみてください。例えばクレーン作業中に近くにこうね、人が来た時とか、ちっちゃい子供が来た時とかに危険を知らせる、車でいうクラクションと一緒だよね。なんとラジコンからでもこう鳴るっす。次その横のボタンを押してみましょう。
このボタンはね、速度切り替えのボタンになってます。このクレーンは高速、中速、微速っていう3種類のスピードを設定できるようになっていて、例えば重いものを釣った時とかにはゆっくり動かすようにこのボタンで切り替えができるんですよね。ちょっとちっちゃいんだけど、速度切り替えっていう文字の上に今 MD って書いてるよね。これがミドル、これロー、微速モード、 HI 高速モードよね。3種類の速度を使うんだよね。この握り具合な、はい、イメージしてほしいのは、こっちがね車のアクセル、ブレーキ、こっちがハンドルなんだよね。わかりやすい。これがアクセルとブレーキ1本で一緒になって、戻すとブレーキ、引いていくとアクセル。高速モードでゆっくりっていうのが一番ゆっくりのパターン。高速モードに沿ってもこれ次第でゆっくり動かすこともできます。ででー、モード切り替えっていうボタンなんだけど、これでアウトリガーモードに切り替えたり。アウトリガーっていうのはラブ突っ張りですね。セルフするときに使うんですけど、それを切り替えするときはこのラジコンだとモードを押しながら左ですね。とアウトリガーモード、これは左側をこうやって動かすとアウトリガーが動くんだよ。普段はね、こうやってセルフしちゃダメだ、絶対畳まなきゃダメ。横に張り出しちゃうままセルフして笑われちゃうから、これもね、はい、結構初心者とかは本当に知らない人だと分かんないから、このモード切り替えを押しながら右のレバーを右に倒してる。平行モード選択って書いてますね。先輩、これで今度伸ばしだけ入れてみて。新人君、すごいことに気づかない？ワイヤー出てきてるでしょ。平行モードっていうのはフックの位置が平行になるように動く、はい、斜めにやるのと要は一緒なんだけど、伸ばしただけでもフック当たんないように動く。ででー、モードってこんないろんな実はモードがフックにある。じゃあ次はその左のフック格納のボタン触れてみようか。実は地味だけど新機能だって。フックを格納しますって喋ってるじゃん。フック格納するだけじゃないんだよ。結構時間かかっちゃうから、これずっとやるというよりはある程度まで格納して最後補助でこれ格納使うんだけど、本当はねこうやって全部格納することができるんだ。自動格納、この新機種になって機能がつきすぎて、はい、みんな分かんないぐらいつい、このねメニューの中、今荷重表示、ショックレス、ファイン、アクセル保持、自動減速、何言ってんのか分かんないでしょ。何ができるかっていうと、スポーツカーとかでもさ、ほらセッティングとかあるじゃん、はい、もっとこうレースモードにするとかさ、もっと機敏な動きにするとか、はい、こういうのがこのクレーンには備わってる、はい、その超微速モードみたいなのがあったり、もっと機敏に動かしたいときはもっと激しく動くモードがあったりとか、すごすぎて、はい、正直ね、まあ、これぶっちゃけみんな、はい、ちょっとここは使えてないかも、うん、こいつ電池変わったのって覚えてない？電池、これを回していきまーす、はい、開けれるんですね。そうそう、あ、中にね、ホルダーが入ってて、はい、まあ、アルカリ電池で動いてるんだけど、前のやつはね、3、4だった。ででー、いやー、勉強になりました。本当にすごい勉強になったんですけど、どうも僕が使うのですね、この旧型の方らしいんですよ。こっちはすげえ、めちゃめちゃシンプルだよね。もうね、ここ書いてあるんだよ、絵が、はあ、これが置き伏せ、これが巻き上げ、巻き下げ、伸ばし、縮線、書いてある通りにもう動くだけなんで、動かしたい方向に倒して、はい、さっきと同じようにアクセルを動かす、はい、もうただそれだけなんだよ。分かりやすいんです。そうそう、書いてある通りなんで、今ジョイスティックみたいな動きをしようとすると、これで、まあ、こうやりながらこう長くが、はい、そうなります。まあでもね、あの基本を覚えるにはもうこれで十分かなと。あの追加で教えていただきまして、はい、ありがとうございました。本日もご視聴ありがとうございました。新興産業では今後も新人ドライバーのための研修動画を作成していきます。ぜひチャンネル登録、グッドボタン、どうぞよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。